日本神奈川県横浜市青葉区、緑山緑山は、神奈川県横浜市青葉区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示水宿区域。2021年7月31日現在、の人口は0人。南で、奈良町、北で、東京都町田市三和緑山、北西で、川崎市麻生区岡上に隣接している。 地域の大半は TBS 緑山スタジオが占める。1978年2月1日、奈良町技、大畑、大畑谷及び細谷の一部から起立した。町名は光の三原色の一つ、緑を取って名付けられた。青葉区では住居表示は実施しておらず、緑山地区持ち番は奈良町当時のものが継承されている。元来宅地開発目的で、 緑山の町域が造成されたが、現在は町域の大半が緑山スタジオシティの敷地となっている。子供の国三輪緑山間を子供の国に沿って走っている道路は、東京都道、神奈川県道139号新工事長津田線の一部で、あるが緑山スタジオの敷地内を貫通する新道、横浜市都市計画道路新工事長津田線の開通により閉鎖とされた。 路線バスや一般車も頻繁に通行していた旧道はカーブが連続しているために閉鎖前はローリング族が集まり問題視されていた。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。